はい、えー、本日はですね、会場無線のやり取り、どのようなやり取りをしているのかについて話したいと思います。はい、会場無線、まあ VHF ですね。はい、えー、会場、えー、大体公開士という方は、まあ必ずですね、会場特殊無線技師という資格を持っているんですね。はい、えー、前にも話した通りですね。 はい。で、会場特殊無線技師を、資格者が、実際どのようにですね、この現場において、船と船同士、無線のやり取りを行っているのか、決められた文句というのが、やはりあるわけです。はい。それらを、に沿ってですね、 え、なるべく、短く、そして的確に、え、ですね、意思疎通ができるように、そんなやり取りをしていかなければなりません。え、それをですね、簡単に今、まあ、これがですね、必ずこのような感じにやってるかというと、まあ、一言一言。 一句同じではないですけれども、だい大体このような感じですね。それを本日は話したいと思います。まずですね、例えばこの青色の文字が私だとしましょう。私が乗っている船です。で、赤色ですね。赤色が例えば皆さんですね。皆さんだとしましょう。例えばですね、私が、例えば、えー、あなたですね、皆さんの船がちょっとど、どっちに向くのどっちの方向に行くのかとかですね、えー、ちょっと衝突しそうな関係にある。だからちょっと、 えー、ではですね、えー、うげん、うげん対うげんで、えか、ー、わしたい。えーえー、つまりですね、えー、こう言っていると、これが皆さんの船ですね、これが私の船ですね。えー、で、ちょっと、おどうしましょうか。えー、まあ、こうしましょうか。あこういう、この、ちょっとこのような関係、ちょっと近い。このまま行けば、ちょっとぶつかりそうだなっていう感じで、えー、ただ、あ皆さんがですね、一向に動きを見せないと。おだから、あ 無線のこのやり取りで,ですね、えーち、ちょっと、左っと右に変わそうじゃないか、で、距離を取っていこうじゃないか、あと、ちょっと無線でやり取りをしたい。その場合ですね、私自身が無線でやり取りする例を本日はご紹介します。ではですね、私の船を日本丸としましょうか。名前がですね。 そして皆さんの船をアメリカ丸としましょう、はいえーえー。ではですね、私が実際に無線でやり取りを行っていきます。えー、アメリカ丸、アメリカ丸、This is 日本丸、日本丸。っていう文句を言うんですね。えー、するとですね、えー、皆さんがあこれを聞きます。 はいえー、これを聞こえたら皆さんがですね、えー、私のほう日本丸と言います。日本丸 This is America 丸 Over、えー、と言いますね。Over、えーえーまあ、は、まあ、世界統一なんですけれども例えば日本語で言う場合はあ、えー、と日本丸、えーえー、あ皆さんがですね、えー、日,本日本丸 えー、こちらはアメリカ丸、どうぞ、どうぞ、どうぞ,どうぞですね。はい、日本の場合はですね。えー、まあ、これは英語で書いてあるんですけれども、まあ、どちらでも大丈夫です。まあ,外線あ、外国船に連絡するときは英語で。そして日本人、日本の船舶に電話するときはあ、日本語で、えー。ということですね。はい、次に、これですね、えー、アメリカ丸、This is 日本丸、チェンツーチャンネル06 over。オーバー ゼロセックス6チャンネルでもいいですし、まあ、大体複装する会議では8チャンネル10チャンネルが多いかもしれませんねはいで言いましたつまりですね、えー、日本語で直すとアメリカ丸、えー、こちらは日本丸、えー、チャンネル0、えー、チャンネル06、えー、お願いしますどうぞ 変更願いますどうぞです、ねはいえー、これではこ,、えー、このやり取りは一般的に16です。チャンネル16です。チャンネル16です。チャンネル16ですべ、えー、てのせ、まあ、その付近の船舶のですね、えー、このお電話を無線のやり取りを聞く。 聞いていてるわけです、ね、すす流しているわけですで聞こえたらあですね、このやり取りをしていって、えー、個人にやり取りを行う場合には、こういった16からですね、6、80、他にもですね、まあ、いろんなチャンネルに変更するわけですね。えー、じゃないと、16チャンネルでですね、みんながみんなやり取りをしてしまうと、わけわからなくなりますので、えーまあ、基本的なやり取りをしてなきゃして,、えー、してですね、まあ、基本的にやり取り と言っても、この、たったの2分な、二分だけです。16チャンネルでやるのは。あとはですね、この06とか08お願いして変更してくださいって言って、個別でやり取りをしていくという流れになってきます。で、お願いしますと言ったら、皆さんがですね、H、2チャンネル06、チャンネルロ6と言います。ここでは、どうぞとか、オーバーとかはつけなくて大丈夫です。 で、えー、皆さんがですね、このダイヤルを回して16から6にしますね。で、僕も6にします。で、6にした僕は、あアメリカ丸、This is 日本丸。それと皆さんが日本丸、This is アメリカ丸、オーバーと言います。どうぞと言いますねで。で、初めて私がですね、えー、本船はアメリカ丸、あなたの船のちょうど真正面にいる船ですよと。 言います。えー、でちょっとこのまま行くとですね衝突の恐れ、えー、ありますので、えー、本線は私の船で,ですね日本丸本線は下、えー、右に、えー、右の方に転身します、えー、そして、えーえー、左辺対左辺で通過したいのですがそちら可能ですかとまあ なるべく短くですね、えー、的確に、えー、具体的にですね、えー、そういったあ自分の動向の胸、これから走っていくそういう胸とかですね、えー、伝えたいことを話していくわけです。で、えー、皆さんがあ、まあ、よければ、あ分かりました、じゃあ、左げ台、左減台、左減で交わしましょうね、えー、という。 言ってくれれば、それで、えー、もう解決ですし、えー、もし何らかのお、例えばエンジントラブルとかですね、近くに障害物があったり、えー、どうしても右には切れない。えー、ですからあ、申し訳ございません。右には切れません。えー、ですから、あ本線の進路をよけてくれませんかとかですね、左、えー、限対左限ではなく、右限対右限にしてくれませんかとか、そういったものは、まあ、状況に応じて皆さんが言ってくるわけです。えーまあ、そのようにやり取りをしていくわけですね。 はい、で、えー、それ、えー、無事解決したらですね、えーまあまあ、私の、まあ、基本的には、無線のやり取りを話しかけた側からですね、えー Thank, you for very, えー、Thank you very much for your cooperation, out,、まあ、どうもありがとうございました。次回の公開までさようならとか、out, 日本語に。えー 直すと、まあ、最後にさようならと言って切ったりですね。はい、ありがとうございました。あーまだ、次回よろしくお願いしますとかですね。えー、はい、ありがとうございましたあ。ご安全にとかですね。まあ、それはまあ、人それぞれですけど、まあ、このような最後にこれで締めくく。 で、えー、ふんざけふえコーポレーションアウト。で、皆さんもアウトと言ったら終わるわけです。で、終わったらまた16チャンネルに戻す。そのような感じでですね、無線のやり取りは行われています。はい。まあ、ですから、えー、これらあー、えー、何々丸、アメリカ丸、アメリカ丸、This is 日本丸、日本丸、えー、日本丸、This is アメリカ丸、えー、どうぞ、とか。 えー、アメリカまで,です、t 日本、えー、こちらは日本丸でです。チャ,、えー、チャンネルロ六お願いします。はい、チャンネル06ってて、えー、ここまではですね、もう、決まり文句のようなもんですね。はい。えー、この鮮明が変わるだけです。はい。 えー、まあとはですね船と船、えー、以外にも例えば船とマーチスのやり取りだとか船とですね、まあ、海上保安庁のやり取りとかさまざまあるんですけれども、まあ、これが基本となる決まり文句になってきますね。